ステーション。藤ヶ谷太輔、ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。今ね、そのキスマイでアリーナツアー中でして、僕ね、その土地のなんか街を歩いたりとか、ご飯を食べに行くのがすごい好きで、でこの前もね、あのメンバーの横尾渡と一緒に福岡行った時に、朝ね天神の街歩いて、で前にね共演した方に福岡出身の方がいて、なんかおすすめあるって連絡して、そしたらまあ明太子とかそういう、まあ、定番のものはきっとどこかでね食べることあるだろうからっていう話で、なんかぐるぐるチキンっていうね、その大名本店っていうその本店に行ったんだけど、あのケバブを食べたんだけどね、めちゃめちゃ美味しかった。その場でこうもちろん切ってその野菜とかも炒めてさ、でなんか周りのパンっていうのがなんか俺はねすごく柔らかすぎず硬すぎずで、野菜もすごく入ってるし、で店内で食べたんだけど、そこのねフライドポテトとかもすごい美味しかった。そのなんかゴロッとしてるポテトをあれ多分揚げて、なんかね衣がついてんだよね、結構しっかりめので、そこになんかねこう甘さもあったから、多分これ料理が得意なやっぱ綿とかなんかこう砂糖系の何かがちょろっとかかってんじゃないかって、でそこにこうピクルスもついててとかでね、めっちゃめちゃ美味しかったのそのケバブ。でも多分人生の中でケバブって全然食べたことなくて、なんか食べたことないなと思った。そのなんかなんとなくあるじゃん、言わなくても、あ今まで食べてきたのよりどれぐらい美味しいかとかね、東京のあそこのお店はこういう、自分が思ってたケバブはこういうイメージだったけど、あそこのお店はここが違ってとかって、やっぱりこうラジオやらせていただく上ではなんか語らなきゃいけない責任みたいなのあるけど、なぜケバブ食べたことないからその違いその特徴の違いみたいなのがあんまり分からなくて、めちゃめちゃ美味しかったのは美味しかったし、でなんかねその地元の方とかに聞いたら、そのもちろん味は美味しいんだけど、あそこの店員さんがめちゃくちゃ綺麗って言ってて、確かすごい綺麗だった。それはもう鮮明に覚えてますねもっとケバブの話しろよってまた行きたいな。さあ、あなたと過ごす243回目の夜、最後までよろしくお願いします。今夜の1曲目です。来年1月3日にリリースとなるニューシングル、ハートブレーカー。そう、先日ミュージックビデオも撮らせていただいて、なんかねこうモノクロで撮るシーンがあったりとか、すごくこう総じて綺麗な世界観なんだけど、まあ歌詞もそうだけど、こう、まあ、恋愛においてのなんかこう男性の葛藤だったりとか、こう弱さ、弱いんだけど強がってしまうとか、なんかそういうのも、表現してますし、で曲調とかもねそんなにこう音数も多くないし、シンプルなんだけどねすごくこうグルーヴ感があって、あなんかおしゃれだなっていうのを感じていただけるんじゃないのかなっていう、きっとねファンの皆様もなんか好きな曲調なんじゃないかなって、最初にね打ち合わせした時からねメンバーで出てましたよ。ぜひぜひ、まあ、聞いていただきたいですし、 YouTube でミュージックビデオ見れますんで、そちらもぜひよろしくお願いします。それでは聞いてください。キスマイフット2でハートブレーカー。お送りしたのはキスマイフット2でハートブレーカーでした。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2、藤ヶ谷太輔がお送りしています。藤ヶ谷太輔主演ドラマ、ハマる男に蹴りたい女がブルーレイ &DVD で帰ってくる。メイキング、スピンオフドラマ、記者会見、 SNS 動画集などおよそ2時間の特典映像を収録。さらに32ページのブックレット付き。11月29日発売。いやー悔しいね。悔しい？また？もう俺が悔しいって言ったらもうあれしかないの分かるよね。いや分かんないよ。もうじゃあオールナイトニッポンポッドキャストアンガールズのジャンピン聞いてよ。
毎週木曜夜6時配信してるんだから。いや台本通り告知するね。それ言うなよ。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。11月も終わります。今年も残すところあと1ヶ月です。12月の初旬には新語・流行語の発表もあると思いますが、この番組の流行語を発表しておきます。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ2023年の流行語大賞はニューエラのシールです。これ多分一番言ったんじゃない？剥がすか剥がさないかね。最終的に保留でっていう嘘でしょ、これどっちか決めないのっていう。それでもそれでさ、ある意味こう伸ばすことになったとか、まあ、伸ばせてるじゃない。このそうするとさ、いろんなニューエラと私とかさ、いろんなエピソードね送ってくださってるし、俺いまだに剥がしてないよ。うん、剥がせんのかな、剥がさないのかな。でもなんか男としてこう一発でパッていきたい気持ちもあるよ。でも保留でお願いしますさあ今夜はこちらの企画です。若者言葉クイズ。今時の言葉をあなたから学んでいます。文句を言うつもりはないのですが、勝手に口が動く場合がございます。ご了承ください。よろしくお願いします。来たか、若者言葉。よっしゃ、東京都のさくらさん。若者言葉の飲みべの意味をご存知ですか？飲みべの、のはだから飲むっていう漢字で、みべがひらがな。全然わかんないな。ノーヒントです。だって飲みでも飲み会とかそういうことでしょ。飲み会とか飲みニケーションってあったよね、昔ね。飲みベーション。あ、べカタカナってことは、なるほど、そういうコミュニケーションとかそっち系だ。飲みベーションみたいな、そういう飲みべしてるってこと？これ使い方何？飲みべしてる？俺それか自分で言うやつ。俺昨日飲みべしてさっていう。みんな飲みべしようよの方？飲みべっちゃうみたいな？違うの？じゃ全然わかんない。え？今日の飲みべ高い？低い？高いか低いか言ったら値段じゃないの？値段、今日の飲み会高いらしいよ。今日の飲み会高いな。だってそれしかなくない？今日の飲み会高いな。今日の飲み会安いね。また来ようよ、この店。そういうことでしょ？べ。それをべでどう表すか。飲み。ちょ、全然わかんない。見ていい答え。え？答え。飲む、モチベーション。いや、ちょっと待ってよ。それじゃ、べじゃないでしょ。もちの方を取んないと。飲むもちじゃないの。飲むべ高いわ。飲みべ高いわってこと？ほうほう、ちょっと書いてますね。ある日、学生時代の仲いい友達同士のグループラインで、最近飲みべ高いから飲みに行こうと連絡が来ました。私は見たことも聞いたこともない、飲みべという文字を見て、飲みべという居酒屋が値上げしたのかと思って既読をつけずスルーしていましたが、他の友達は、私は最近飲んでないからお酒弱くなってるけど飲みべは高いよなどと返信していて、居酒屋の名前じゃないなと思い調べると、飲みベーション、お酒を飲むモチベーションという意味でした。同級生でもジェネレーションギャップを感じてしまい、若者言葉に疎い藤ヶ谷君の気持ちが分かりました。これでも使ってる人いないよ。でも飲みべ高いわって、それ嘘でしょ。いるの？それさ、なんか今までだって言ってないもんね。言わなくていいことだったよね。今日飲みべモチベーション俺高いよって。だってそう、飲みたいわでいいじゃん。で飲みたくないんだったら来なきゃいいじゃん
ただ体調悪いとか、明日が朝早いとか、あ、このメンバーで行くとちょっと長くなりそうだな、あ、じゃあ俺いいや、イコール今日は飲みたくないってことでしょ。で、明日も休みだし、今日とか久しぶりみんなに会いたいから飲みたいわ。で、とか飲みたいわでよね。久しぶりみんなの飲みたいわ。で、それで向こうが、お、なんかモチベーション高いね。いや、そりゃそうだって俺明日休みだもん。で、こういうラリーがさ、ね、今日飲み目高いよって。あ、そうなんだ。で、終わっちゃうよね。これダメよ。これダメだね。言わないよ、自分でモチベーションある。高いとか低いとか。一枚目から一枚目から続きまして、東京都の泉さんより、32歳、27歳、24歳、長女、長男、次女の3人の母です。この前次女とショッピングをしていると、久しく D ハロも行ってないねと言われました。D ハロと聞き返してしまいました。わかりますか D ハロ。答えを聞いて何それって言ってしまいました。よくわかりますか。ちなみに今日長女とランチをした時にその話をしたら長女はわかりませんでした。 D ハロ、 D ハロ、なんかハロハロってのあるよね。あのね、学生の時よく食べたな、ハロハロ。あとなんだ、ハロハロハローとか D、 何の D なんだろうな。 D、 メールをいただいたのが10月の中旬。あ、待って、それめっちゃヒントじゃない。あ、待って、それハロウィンじゃん絶対。10月の中旬ってことだ。あ、わかった、これディズニーだよ、ディズニー。 D、 ディズニーのハロウィンじゃない。いい、めくっていい。ほら、ディズニーランド、ディズニーシーのハロウィンだそうです。これはもう分かったに近いわ。っていうか分かってたに近いわ。言ってたに近いかもしれない。D ハロ行ってないなと。俺も D ハロ何年行ってないだろう。本当に。いや、昔は言ってたよ。だって、え？ D ハロって言ってた本当に。D ハロでしょ。いや、言ってないよね。D ハロ。ディズニー行きたいよね。あ、今の時期ハロウィンか、みたいな。なんか、このさ、なんだろう、まあ、もしかしたら無駄かもしれないけど、この自分と相手のコミュニケーションのラリーがどんどん減っちゃうよね。 D ハロ行きたいわ、言ってないね。ていうか なかったんじゃない当時その言葉。え、もうなんで言ってないだろう。てかディズニー行ってない、俺すっごい行きたいんだよね今。ディズニーでラジオとか できるかな。できんの。え、めっちゃ楽しいんだよ。そこ俺も一番行きたいかも、ディズニー。行きてえな、ディハロー。ハロハロしたいよね。神奈川県のラジオネーム、あんつぶさん。若者というより、アイドルの若いファンの子たちが使っているのを最近よく見かける言葉ですが、オフシの意味はご存知ですか？カタカナでオフシ。例えば、近いうちに遊ぼうよ。いいよ。今、オフシで暇だからいつでも大丈夫。などと使ってます。今、オフシ？アイドルの若いファンの方たちが使ってんだ。アイドルが使ってんじゃなくてファンの方が使ってる？アイドル用語みたいなことかな。推し活が今は落ち着いてるみたいなことじゃない？そのアイドル。ねえ。オフ、そういうことが、え、オフシーズン、オフシーズン、でも使わなくない？使うの？今オフシーズンだから、オフシーズンの正解。自分の応援しているタレントさんのコンサートや舞台などのステージの予定がない時期のことを言うそうです。言いたいことは分からなくもないですが、まるで自分がステージに出る側みたいな言い回しだなと思ってしまいました。ほら、やっぱでも一緒だよ。そういうことだね。だからそれぐらいこう、一心同体っていうか、で、熱量と愛を持って応援してるってことだね。だからこう、タレント同士で、じゃあどっか遊び行こうよ。今俺オフシーズンだから行けるよ。イコール、まあ今こう、まとまったステージは仕事がないから、
時間取れるよってことだね。それがファンの皆様も本人が今活動が今落ち着いてるってことは、私もそっちのオタク活の方は落ち着いてるから、オフシーズン一緒にオフシーズンだからってことだね。ああ、なんかこう繋がってる感じはあるね。なんで聞いたことないのばっかりなんだな。若者いないからかな、そばに。だって、いや、キスマイの現場でも なくない？あ、このライブ終わったらオフシ入るなと言ってる人いないじゃん。ねえ。で、マネージャーさんも、藤原さん2月までとにかくちょっと耐えてください。3月からオフシなんで、と言わないじゃん。聞いたことない。あ、こっちで、そうか、ここでも学んでるってことはそういうことだね。だからこっちでグループに持ち帰るのは、俺の役目か。そうだ、確かそれを今まで全く意識しなかった。っていうか、スタジオ出て車乗ったら、この、教えてもらったこと一個も覚えてない。何だったっけな、あれっていうのあったんだよね。あの、なんか、夜行バスのさ、夜行バラジオやった後に A スタジオプロと収録あった時に、あ、これちょっとベイさん出してみよう、クイズだと思って、まあ、裏側でね。ベイさん、若者言葉とかって知ってますか？さ、俺もう知らへん、そんなんって言うから。いや、僕も全然知らないんですけど、今日今、ラジオで、今学んできたんで、一個出していいですかつって。おい、ええよ、とか言って。なんか面白そうやな、つって。じゃあ行きますよ、つって。じゃあ、ヤバスって言ってたの。いや、あの、ヤコバでしょ、本当は。で、俺、ヤバスって言っちゃって。ヤバスってなんや、って。で、ベイさんのさ、周りのスタッフさんが、ヤバスって。あ、それ、夜行バスじゃないって。おー、正解よくわかりましたね、とかって言ったら、マネージャーさんが、藤原さん、ヤバスじゃなくて、夜行バですってなって。もう、なんか、全然違うの出してたわ。夜行バだね。夜行バス。そうか、こっちで持って帰んなきゃいけないよね。オフシ。ちょっと、後でマネージャーさん言ってみようかな。俺の次のオフシっていつですかって、はいって言われない。いや、オフシって最近の言葉をクイズにして僕に教えてください。受付メールアドレスはgaya@1242.com gaya@1242.com。 スタッフは全員おじさんです。必ず答えを書いてください。この後はあなたに代わってありがとうです。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。お聞きのあなた、国の補助金を活用してあなたのお店や会社のサービス、商品の PR 紹介など、今お聞きの日本放送でコマーシャルができるって知ってますか？これ小規模事業者持続化補助金という制度なんです。商品の魅力、お店への誘導、ウェブ販売の告知など、大好きな日本放送でコマーシャルができるんです。この制度、上限は50万円まで、補助率3分の2、つまり75万円分の広告費のうち50万円は国が補助してくれるんです。ただし補助金獲得には審査が必要です。日本放送ホームページにあるお問い合わせフォームにご記入いただきますと、事務局スタッフからご連絡いたします。まずは日本放送ホームページ 1242.com 補助金でラジオ CM バナーへアクセスしてご確認ください。東京有楽町日本放送をキーステーションに放送中、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。続いてはこちらです。あなたに代わってありがとう。言えなかったありがとうの気持ちを、僕藤ヶ谷太輔があなたに代わって思いを届けます。ラジオネーム福岡県の勝子さん。ありがとうを伝えたい相手は先日急逝した弟です。私にはほぼ年子の兄と弟がいて、子供の頃はわちゃわちゃ仲良く過ごしていました。その1歳下の弟が 14,5 年前に交通事故で脳脊髄液減少症というものになり、普通の生活ができなくなりました。体調がいい時は一緒に住む親の手伝いなどをしていましたが、数年前から時々暴れたり親に暴言を吐くようになりました。そういう時に母から私に連絡が入り、仕事を早退して実家に駆けつけるということが何度かあり、私はだんだん弟を避けるようになりました。月に 3,4 回実家に行くのに、弟と顔を合わせるのは2ヶ月に1回ほどでした。それでも
今日は会えなくてもいつでも会えると思っていました。弟が突然心筋梗塞で亡くなって、スマホに残っていた留守電の彼の声を聞いたり、彼との少ない LINE のやり取りを見て、言いようもない寂しさと激しい後悔が押し寄せています。なぜもっと優しくしてあげなかったんだろう。体調が悪いと聞いていたのに気遣いの LINE を送らなかったのだろうと。弟へ、私の弟でいてくれてありがとう。一歳しか違わないのに大人になっても姉ちゃんと呼んでくれてありがとう。優しい姉ちゃんじゃなくて辛い思いを分かってあげられなくてごめんね。私がそちらに行った時はこれまでの分もいっぱい話そうね。思いすぎたら多分壊れてちゃうじゃん。本当に 100% 思いすぎちゃうと。だからでも頭に入れとくだけでその当たり前のことはないっていうことで、入れてない時に比べるとちょっとでも感謝が生まれてればなんかいいなって。だから人生は後悔を消していく作業というか、なんかそういうのも自分の中であるのかなって。あれやっとけばよかった、これやっとけばよかった、言っとけばよかったをなんか減らしていくっていうこともなんかすごく意識してるな。だからその場ではすっごいイライラしてたりとか、わかんない、近しい人でもなんかごめんねっていうのすごい嫌だなと思うかもしれないけど、もしそれで一生後悔するかもしれないから、でこの考える単位を今じゃなくて一生って考えた時に、あ、絶対俺後悔するな、じゃあ今頭下げとこうとか、うん、まあ、感謝をし続けるっていうことと。お送りしたのはキスマイフット2でハートブレーカーでした。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2、藤ヶ谷太輔がお送りしています。藤ヶ谷太輔主演ドラマ、ハマる男に蹴りたい女がブルーレイ &DVD で帰ってくる。メイキング、スピンオフドラマ、記者会見、 SNS 動画集などおよそ2時間の特典映像を収録。さらに32ページのブックレット付き。11月29日発売。いやー悔しいね。悔しい？また？もう俺が悔しいったらもうあれしかないの分かるよね。いや分かんないよ。もうじゃあオールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン聞いてよ。毎週木曜夜6時配信してるんだから。いや台本通り告知するね。それ言うなよ。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。11月も終わります。今年も残すところあと1ヶ月です。12月の初旬には新語・流行語の発表もあると思いますが、この番組の流行語を発表しておきます。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ2023年の流行語大賞はニューエラのシールです。これ多分一番言ったんじゃない？剥がすか剥がさないかね。最終的に保留でっていう嘘でしょ、これどっちか決めないのっていう。それでもそれでさ、ある意味こう伸ばすことになったとか、まあ、伸ばせてるじゃない。このそうするとさ、いろんなニューエラと私とかさ、いろんなエピソードね送ってくださってるし、俺未だに剥がしてないよ。うん、剥がせんのかな、剥がさないのかな。でもなんか男としてこう一発でパッていきたい気持ちもあるよ。でも保留でお願いしますさあ今夜はこちらの企画です。若者言葉クイズ。今時の言葉をあなたから学んでいます。文句を言うつもりはないのですが、勝手に口が動く場合がございます。ご了承ください。よろしくお願いします。来たか若者言葉。よっしゃ、東京都のさくらさん、若者言葉の飲みべの意味をご存知ですか？飲みべの、のはだから飲むっていう漢字で、みべがひらがな。全然わかんないな。ノーヒントですだって。飲みでも飲み会とかそういうことでしょ。飲み会とかノミニケーションってあったよね昔ね。
ノミベーション。あ、べ、カタカナってことは、なるほど。そういう、コミュニケーションとかそっち系だ。ノミベーションみたいな、そういう、ノミベしてるってこと？これ使い方何？ノミベしてる？俺、それか自分で言うやつ？俺昨日ノミベしてさ、っていう。みんなノミベしようよの方？ノミベっちゃうみたいな？違うの？全然わかんない。え？今日のノミベ高い？低い？高いか低いか言ったら値段じゃないの？値段、今日の飲み会高いらしいよ。今日の飲み会高いな。だってそれしかなくない？今日の飲み会高いな。今日の飲み会安いね。また来ようよ、この店。そういうことでしょ？べ。それをべでどう表すか。飲み。それ全然わかんない。見ていい答え。え？答え。飲む、モチベーション。いや、ちょっと待ってよ。それじゃ、べじゃないでしょ。餅の方取んないと。飲む餅じゃないの。飲むべ高いわ。飲みべ高いわってこと？ほうほう、ちょっと書いてますね。ある日、学生時代の仲いい友達同士のグループラインで、最近飲みべ高いから飲みに行こうと連絡が来ました。私は見たことも聞いたこともない、飲みべという文字を見て、飲みべという居酒屋が値上げしたのかと思って既読をつけずスルーしていましたが、他の友達は、私は最近飲んでないからお酒弱くなってるけど飲みべは高いよなどと返信していて、居酒屋の名前じゃないなと思い調べると、飲みベーション、お酒を飲むモチベーションという意味でした。同級生でもジェネレーションギャップを感じてしまい、若者言葉に疎い藤ヶ谷君の気持ちが分かりました。東京都の泉さんより、32歳、27歳、24歳、長女、長男、次女の3人の母です。この前次女とショッピングをしていると、久しく D ハロも行ってないねと言われました。 D ハロと聞き返してしまいました。わかりますか D ハロ。答えを聞いて何それって言ってしまいました。よくわかりますか。ちなみに今日長女とランチをした時にその話をしたら、長女は分かりませんでした。 D ハロ、 D ハロ、なんかハロハロってのあるよね。あのね、学生の時よく食べたな、ハロハロ。あとなんだ、ハロハロハローとか D、 何の D なんだろうな。 Dメールをいただいたのが10月の中旬。あ、待って、それめっちゃヒントじゃない？あ、待って、それハロウィンじゃん、絶対。10月の中旬ってことだ。あ、わかった。これディズニーだよ、ディズニー。D。ディズニーのハロウィンじゃない？いい？めくっていい？ほら、ディズニーランド、ディズニーシーのハロウィンだそうです。これはもう、わかったに近いわ。
ていうか分かってたに近いわ。言ってたに近いかもしれない。D ハロ行ってないなと。俺も D ハロ何年行ってないだろう。本当に。いや、昔は言ってたよ。だって、え ?D ハロって言ってた本当に。D ハロじゃん。いや、言ってないよね。D ハロ。ディズニー行きたいよね。あ、今の時期ハロウィンか、みたいな。なんか、このさ、なんだろう。まあ、もしかしたら無駄かもしれないけど、この、自分と相手のコミュニケーションのラリーがどんどん減っちゃうよね。D ハロ行きたいわ。言ってないね。てか、なかったんじゃない当時、その言葉。え、もうなんで言ってないだろう。てか、ディズニー行ってない。俺すっごい行きたいんだよね、今。ディズニーでラジオとかできるかな。できんの？え、めっちゃ楽しいんだよ、そこ。俺も一番行きたいかも、ディズニー。行きてえな、Dハロー。